スマホ買っちゃおう、モバイルドットコム。はいどうも、モバイルドットコム TV チェホンと椿です。よろしくお願いします。お願いします。はい、椿さん、なんとですね、はい、今回はソニーの最新完全ワイヤレスイヤホン WF-1000X M4 をご紹介していきたいと思います。おー、なんとですね、今回ソニーさんからお借りすることができまして、 ありがとうございます。はい、実機レビューをさせていただきたいと思います。はい、発売は6月25日からとなりますので、うんうん、現在は予約期間中となっております。でも、もうすぐですね。はい、もうすぐです。ぜひね、皆さん、これ本当に今回すごいのが出てきました。業界最高クラスのノイキャン性能、ハイレゾ音質の完全ワイヤレスイヤホンとなっております。うん、通話性能大幅に向上してます。実はね、僕旧モデル結構愛用してたんですけど、この通話機能がちょっと惜しいなって思ってたところを今回しっかり改善してくれております。うん、しかもですね、ワイヤレス充電に対応しておりまして、価格は 33,000 円税込みとなっております。はい、お値段は結構するんですよね。うん、でもね、価格に見合った性能をしっかり備えてるって思いました、僕は。というわけでですね、どんな製品に仕上がってるのか、この動画を見ていただければ伝わると思います。どうぞ最後までお付き合いください。それではやってみよう。それでは早速 WF-1000X M4 を、まあ、デザインからね、チェックしていきたいと思います。はい、なんか意外と小さいね。そうなんですよ。実はですね、従来モデルより 40% 小型化されております。すごい。はい、すごくでかいなと。めちゃめちゃでかい。そうこれね、比べるともうすごい一目瞭然なんですけど。すごい、違うね。そう、やっぱ持ち運ぶならね、 1000X M4 の方がいいと思います。今回質感もちょっと変わっておりまして、サラサラした触り心地になっております。うん、すごいサラサラしてる。うん、上質な、かなりね、肌触りがいい感じになっていて、あと汚れもつきにくそうだね。そうだね。オープンします。はい、じゃん。はい、なんか可愛らしいデザインが出てきたと思うんですけれども、うん、今回ね、デザインがかなり可愛くなっていて、まあ、僕はね、すごく好き。なんか丸っこいね、可愛い。なんかよりね、洗練された感じがあるんですよね。質感はね、マットな感じがします。で、今回従来モデルよりも 10% 小型化してるようで。あ、そうなの。はい、ちょっと待ってね。左が前のモデルで、はい、右が今回のやつです。で、こう比べてみると結構違うなっていう印象を持っていただけると思うんですけど、うん、今までのやつってね、結構つけるとなんか目立ってたんですよね。ちょっと長いもんね。そうで、今回の新しいやつはその目立ち方がかなり、まあ、軽減されたというか、うんうん、まあ、よりコンパクトになったことで、つけた時にも目立ちにくくなってます。耳への収まり方も良さそうだね。そうなんですよ。で、今回接触面をかなり増やしているようで、面で支える構造、エルゴノミックサーフェイスデザインを採用、イヤーピースに独自開発のポリウレタンウォーム素材を採用しておりまして、うん、結構ね、質感が変わってるんですよね。あー、ほんとだ。前のやつはシリコンっぽくってちょっと薄いんだけど、うん、今回のやつはふかふかしてて、なんかこう形がね、ちょっと自由自在っていう感じがする。ギュって押したらふわんってこうフィットするし、そうそう、だからね、どんな耳にも合わせやすくなってるし、耳への負担もかなり軽減されてるので、長時間つけても違和感なく使っていけるっていう感じになっております。音も逃がしにくそうだね。そうなんですよ。今回装着性が安定しているプラス、遮音性もかなり上がっております。うん、さっき言った通り、面で支える構造に変わったので、より耳にフィットさせることで遮音性も向上させるみたいで、なるほど、まあ、よりね、ノイキャンが強めになるという感じに、はい、かなり向上しております。まあ、そういった変化もしっかりね、体感できるイヤホンになってるので、この辺はね、めちゃくちゃ魅力かなと思います。カラーについては、今回レビューしているのがブラックになるんですけれども、2色展開となっておりまして、はい、もう一つプラチナシルバーっていうのがあります。はい、好みに合わせてカラーも選んでみてください。それではここからは実際につけてみたいと思います。はい、今全モデルと片方ずつちょっとつけてみてるんですけど、うん、もうね、これね、片方ずつつけるともう全然違うっていうのがわかると思うんですよ。ね、装着感全然違うね。そうなんです。で、従来モデルって、まあ、一応3点で支えてるみたいなんですけど、僕の印象としてはほぼ1点なんですよね。ね、耳の穴って感じですね。そう、耳の穴で支えてるっていう感じで、うんうん、これね、結構しんどくって、僕だと大体2時間ぐらいで結構耳が痛くなっちゃうんですけど、今回この新しいやつはやっぱりなんか全体で支えてるっていう感じがすごくて。そうだね、なんかこのイヤーピースだと思うんだけど、うん、圧迫感もないし、そうそう、重さはそんなに感じない1点に。そうなんですよ、それが全体で支えてるっていうところ。なるほど。もう大体3時間ぐらいつけてみたんですけど、もう全然疲れないです。いや、これはね、すげえ良くなった。で、実際これやっぱつけてもらわないとわからないとかあると思うんで、ぜひね、皆さんも一回体験してもらえると嬉しいです。それではここからは 1000X M4 のこだわりについてご紹介していきます。一つはノイキャン性能、もう一つは音質、最後に通話、
この3つが今回大きく変わっております。まず1つ目、ノイキャンがめちゃめちゃすごくなってる。さっき言ってたね。そうなんですよ。従来モデルよりもさらに強くなったっていう感じで、今回統合プロセッサー V1 っていうのを採用しております。今まではできなかった高音域のキャンセル性能を大幅に向上しています。高音域って結構消すのが難しかったみたいなんですけど、そうなんだ。今回はそこにかなり力を入れてるみたいです。で、しかもイヤーピースをさっきね独自開発してるっていう話をしたんですけど、はいはい、これがかなり耳にフィットするように作られていて、面で支える構造に変わったことによって遮音性がかなり上がってる。これもノイズキャンセリングに、ね、そう直結してる部分ですね、うんうん、はい、なのでかなり改善してます。もうね、あのつけた瞬間ノイキャンがオンになるとさっと音が消えるんですよね。そんなに違う？もうね、スッって感じ。前のやつより僕はいいなと思ってるし、 AirPods Pro ともう同等もしくはそれ以上って感じですね。で、ちなみになんですけれども、今回統合プロセッサー V1 っていう新しいチップ採用してるんですが、うん、これのおかげで接続性もかなり安定してます。スマホとの接続ってこと？そう、従来モデルってね、これあの使ってる人だとなんとなくね知ってる方もいると思うんですけど、音楽聞いてるとブチブチってなったりすることが結構あったんですよ。へえ、困る。そう、あのねまあ、すごくいっぱい起きるわけではないんだけど、うん、たまになるんですよ。へえ、それが僕なんかちょっと嫌だなって思ったんですけど、うん、今回ねそれが起きにくいというか、かなり起きない、うん、まあ、あの僕の中では完璧な仕上がりとなっております。そして音質なんですけれども、今回なんと LDAC 初対応となっております。何？はい、高音質コーデックっていうので、まあ要するにハイレゾ級の音が、まあ、あの聞けるようになったと。音がめっちゃ良くなったってこと？まあ、そういうこと。もうめちゃくちゃ簡単に言うと、めちゃくちゃ音が良くなった。もうこれでいいんです。はい、もうすごくいい音が聞ける。で、しかも今回 DSE エクストリームというのに対応しておりまして、うん、まあ、これもめちゃくちゃ難しいんですけど、何簡単に言うと、まあ、YouTube とかストリーミング音楽ってよく聞くと思うんですけど、はいはい、ああいうのの音をアップグレードしてくれて、まあ、より音が綺麗に聞こえますよっていう感じなんですよね。え、勝手にやってくれんの？そう、勝手に AI がやってくれます。はい、なので、まあ、要するにこれも音が良くなったっていうことなんですよね。はい、一番いいのは LDAC に対応しているスマートフォンを使うのが一番いいんですけど、あ、対応とか非対応があるんだね。そうなんですよ。ただそうじゃなくても DSE エクストリームに対応してるんで、綺麗な音を楽しめるっていうことになっております。どんなスマホでもね。そういうことです。うん、はい、椿さんに今聞いてもらったんですけど、どうでしたか？うん、うん、めちゃめちゃいいね。そう、めちゃくちゃいいんですよ。なんかね、その詳しくないからなんて言ったらいいかわかんないけど、今 J-POP 聞いたけど、うん、一個一個のギターとかドラムとか、あと歌とか、なんかその空間もなんだけど、一つずつの音の解像度が上がってるような感じがする。一個一個がすごいクリアになって存在感が増したみたいな感じ。あ、それは確かにある。前回のモデルよりも今回のモデルの方が私は好きだった、うん、あ、そうなんだ。うん、なんだろう、低音はもちろん今回もしっかりしてるんだけど、うん、うるさすぎず、 J-POP もだしクラシックも何でもなんかこうまんべんなく楽しめるような感じがしました。あ、やっぱりあのソニーらしい音をしっかり作ってくれてるっていう感じは僕もあると思います。しかもね、ノイキャンがさっき強いっていう話をしたんですけど、外がガヤガヤしてたりとか、あとは家の中でもね、あの食洗機回ってる時とかに僕聞いてみたんですけどもうね、あのノイキャンプラス音楽をかけると、もう自分の世界にしっかり入れる感じがあって、吸ってくるのね。そうなんだよ。もうなんかそれがね最高。静寂の中でいい音をもう聞けるっていうのはね、素晴らしい。ぜひね、皆さんも楽しんでみてはいかがでしょうか。そして最後なんですけれども、通話。まあもちろんノイキャンもすごいし、はいはい。はい、音質もめちゃくちゃいいんですけど、うん、今回一番僕が変わったなって思うのは、この通話性能。ね、なんか今試してみたけど、めっちゃ面白い。そう、あのね、もうめちゃくちゃ今回変わっておりまして、大きく変わったのが2つあります。うん、1つがマイク、かなり改善されておりまして、口への指向性を高めているようです。今までは極端に口の方向へマイクを向けてなかったので、音をね、拾いにくかったところがあるみたいなんですけど、うんうん、ビームフォーミング技術っていうのを採用したことで、話し手の口元からの音を拾いやすく、それ以外の方向からの音は拾いにくくなってるみたいなので、まあ、より音を、口から出た音を拾いやすくなってる、正確に拾えるって感じですね。なるほどね。はい、さらにですね、骨伝導センサーを搭載しました。空気を介さずに音を拾えるっていう感じですね。直接来るんだね。そういうことです。だから割と小さな声で話しててもクリアに聞こえるんだね。そうなんですよ。従来モデルだと通話しててもやっぱり相手に声がうまく届く
届かなかったっていうことが結構あったんですよ、うんうん、椿さんと通話しててもあれ何話してるって聞かれたことがあって前はねそう今回はもう全然違って普通に外でもあの車がね通るようなうるさい道路のところでも全然普通に正確に会話ができる、うん、これだけで車の音うるさくなかったもんねそうこれだけでもめちゃくちゃいいなと思ったんですよね今回外音取り込みモードもかなり性能が向上しておりまして、うん、今まではねなんかさカナル型のイヤホンって自分が発した声がなんかあの変に聞こえることってないんですか？あ、内側で詰まったような感じ？そう。で、自分がどのぐらいの声の大きさで話してるのかがわからない時って結構あったんですよ。で、従来モデルもまさにそれで、通話するとき喋りにくかったんですよね。今回の 10X Mark IV ではもう全然そこが改善されていて、普通に、なんだろう、違和感なく喋れるんですよね。うん、確かに。もうイメージで言うと、AirPods Pro みたいな感じ。AirPods Pro も、はい、カナル型でさ、自分の声も拾ってくれるので、まあ、より喋りやすくなるんですけど、それと似たような感じで喋れるワイヤレスイヤホンって僕今まで体験してなかったのでようやく出てきたかって感じなんですよねそんなに違ったんだねもうね本当に違うワイヤレスイヤホンって結構このマイクと自分の喋る感じが違うんでここが僕気になってたところが多いんですけど今までのモデルで通話に悩んでた方はぜひねこのモデル手に取ってほしいなと僕はねそう思いましたその他にですね新機能としてスピークトゥーチャットっていう機能があって、うん、自分が声を発したタイミングで自動で外音取り込みモードになるっていう機能です話し始めたら勝手に外音取り込みモードになってくれて相手と話ができるみたいな感じだねそう音楽も自動で停止してくれるので、うん、違和感なくスムーズに喋ることができるっていう感じでこれもねめちゃくちゃいいなと僕思いましたでも常時これオンにしてると、うん、切り替えなくてもいいタイミングで外音取り込みモードになっちゃうからそういう時はオフにした方がいいねそうずっと音楽を楽しみたい時はもうオフでいいのかもしれないですなんかね、うん、ふと喋っちゃう時に自分が曲に合わせて歌うと自動で反応しちゃうことがあるのであ、ね、あるよねそういう時は機能をオフにするのがいいかなと思います面白かったねはいすごくね面白かったですチェックしてみてくださいここまでこだわり3つご紹介してきたんですけれどもこれ以外の魅力としては防滴対応 IPX4 に対応してるので突然の雨とか汗にも対応してるっていうところあとは1日十分は持つバッテリー性能を備えておりますノイズキャンセリングオン時は大体8時間奥の時は12時間充電ケースと併用することでノイズキャンセリングオンの時は最大24時間奥の時は最大36時間と、まあ、長時間使っていただけます十分だね、はい、で実際僕も試してみたんですけど、まあ、1日でねバッテリー切れするってことはおそらくないないよね、はい、まずねバッテリー切れは心配する必要はないかなと思いますでもしバッテリー切れしたとしても今回急速充電にも対応しておりますお、はい、たった5分の充電で最大1時間使用可能となりますのでめちゃめちゃいいじゃん、はいまあ、なのでねもしバッテリー切れしたとしてもすぐね充電してもらえれば大丈夫かなと思います、うん、でさらに今回ですね大きな魅力がありますなんとですねワイヤレス充電対応でございますあれ今まで対応してなかったの？はい実は今までソニーの完全ワイヤレスイヤホンってワイヤレス充電には対応してませんでしたでここでねここで、はいまあ、僕がねずっと気になっている新製品としてXperia 1M3 というスマートフォンがあるんですけれどもはい、はい、この機種が発表された時にお裾分け充電っていう機能が追加されたんですよねいわゆる逆ワイヤレス充電っていう機能です、うんうん、スマートフォン本体からワイヤレス充電に対応しているデバイスへ給電ができるっていう機能なんですけど今更なんでXperia1M3 でこの逆ワイヤレス充電に対応したんだろうって僕思ってたんですけどおー2では対応してなかったんだねそうなんですよでしかもこれ対応することによって多分コストとかも上がるだろうし、まあ、なんで今このタイミングなんだろうなって思ってたんですけどこのワイヤレスイヤホンが出たことでああこれのためだったんだって思いましたそういうこと、はい、だからもうこれは1M3 のために用意されたワイヤレスイヤホンと言っても過言ではないとなるほどね、はい、僕は思いますというわけで1M3 を買う僕のような方はこのワイヤレスイヤホンを買う必要があると必要があるの、はいまあ、なんでこれが魅力かっていうと1M3 の上に WF1000XM4 を置いて充電ができるこれを見れるんですいいでしょ何言ってんの、はい、いいでしょこの、ね、いいでしょ本当にでちなみになんですけれども逆ワイヤレス充電ってもちろんねXperia 1M3 だけではなくって Galaxy シリーズのね最新機種Galaxy S21 Ultra なんかも対応しておりますじゃあ試しに乗せてみましょうか乗せるよはいランプ光ってますかね光ってるはいこれが逆ワイヤレス充電による給電と面白い可愛いね、はい、でこれをね Xperia 1M3 でもできるんですよぜひねまあやっぱりこれセットで買う必要があるなと改めて僕は直感で思いました、はい、そうですねはいあー買うか
というわけでですね、ここまで WF-1000X Mark IV を見てきたわけなんですけれども、実際使ってみて良かったところと気になるところをご紹介していきたいと思います。はい、まずは気になるところから先にご紹介しておきます。一つ目、ポリウレタンウォームの素材の耐久性が心配。あ、イヤーピースのことね。そう、イヤーピースね、今回その付け心地とか、はいはい、ノイキャンセルの向上にはかなりね、あの貢献してくれてるんですけど、ちょっとね、やっぱ耐久性が心配。そう、ちょっとなんか柔らかすぎて、うん、すぐちぎれそうな感じするよね。そう、あのね、爪とか立ててここを触ったりとか、うん、あとは本体は防滴対応してるんですけど、実はこのね、ポリウレタンウォームっていうのは水分で洗っちゃダメなんですよ。こっちは防滴じゃないんだね。イヤーピースだけちょっと水で洗っちゃダメだよっていうところと、あとはアルコールとかでも拭いちゃダメなので、なんか衛生的なところでどうなんだろうっていうところは正直あったりとか、うん、さっきも言った通り、まあ、劣化が心配。そうだね、うん、ここはだからね、ちょっと定期的に交換することも検討しつつ買う必要があるのかなと思いました。続いて、ノイキャンが強い。まあ、これは、まあ、あのノイキャンを求めてる人にとってはめちゃくちゃいいと思うんですよ、うん、僕みたいにあの新幹線の音が嫌とかっていう人はもうぜひね、これつけて乗ってもらえれば、うん、かなりね軽減されて快適な空間で音楽を楽しみながら旅行してもらえると思うんですけど、なんだけど私みたいにノイキャンが苦手な人はめちゃめちゃ頭痛くなる、はい、っていう人もいると思うので、一回試してみてから買うのがいいのかなと思います、うん、やっぱり合う合わないは絶対あると思うので。そうなんだよね、はい、万人に合うっていうモデルではないので、ちょっと注意が必要かなと思いました、うん、私は常にオフ、ノイキャンはオフで使いたいっていうことですよね。まあ、音はだからめちゃくちゃいいんですよ。そう、椿さんこれぐらい言うってことは音はいいんですよね、うん、はい、ぜひね、皆さんも自分に合ってるかどうかチェックしつつ購入してみてください、それでは最後、インナーイヤー型じゃないカナル型だもんね。そうなんですよ、やっぱり合う合わないは絶対あります。で、僕もね、いろんなカナル型使ってきたけど、カナル型の中ではかなり僕は合ってる。うん、前回のやつもカナル型の中ではいいかなって言ってたんだけど、うんうん、そう、さらに良くなった。こっちの方がいいよね。そう、なので、あのカナル型が苦手だよっていう方も一回つけてほしいなと思うんですけど、さすがにインナーイヤー型のようなちょっと開放感がある感じではないので、うん、そこはちょっと注意が必要かなと思います。そうだね、 AirPods の前の世代のやつを愛用してる人は注意かもしれないですね、うん、そうですね、なのでその辺もね、自分に合わせて選んでいくのが大事かなと思いました。それでは続いて、ここからは良いところをご紹介していきます。一つ目、ノイキャンが最強、はいはい、まあまあやっぱこれはね、もうほんとノイキャンがすげー良くなった。私が頭痛くなるってことだから、そうだね、それほどいいってことよね。そうだ ね、 ね、もうね、これ以上は僕も求めない。もうこれ以上が今後ね出てくるかもしれないんですけど、現状はこれで最強だなと感じております。でも外でノイキャンは使わない方がいいですよ。まあでもそれぐらい危ない。危ない本当にそれぐらい静寂に包まれるんで、まあそれは魅力かなと僕は思いました、はい、続いて、軽くなって外れにくくなった。これもねすごく魅力的で、うんうん、やっぱり従来モデルよりケースのサイズ感も小さくなって、持ち運びもしやすくなって、さらにイヤホン本体も軽くなってで外れにくくなった、ね、これもねすごく本当にいいよね、うん、本当に変わったと思う。痛くならないのもいいなと感じております。続いて、音質がいい。やっぱりあのソニーらしい音作りで、うん、よかった、ま、ね、どんな音も本当柔軟に応えてくれるなっていう感じがありました。ぜひね、音にこだわりある方も楽しんでいただけるんじゃないかと思います。続いて、通話が快適すぎる。もうこれがね、本当に劇的に変わっためちゃめちゃ気に入ってるよね、通話のところ。もう本当にこれだけで買いたいなと僕は思ってます、うん、はい、外音コントロールが向上してて、自分がどのぐらいの声の大きさなのかすごく把握しやすくなって、しかもね、小さい声でも外でも聞こえやすくなった、うん、はい、これがねすごく魅力的。やっぱりお仕事でもね、外で使われる方もいいかもしれないね、うん、多いだろうし、あとは家の中とかでもさ、騒音とかやっぱあったりするじゃないですか、はいはい、はい、あの最近テレワークなんかでもね、まあ、あの会議でマイク使う方も多いと思うので、ぜひね、そういった時にも便利に使っていただけるんじゃないかと思います。それでは最後、 YS10でに対応している、はい、はい、これはもう皆さんどういうことが分かっているかと思うんですけれどもワンマーク3と合わせて使うのが最強と。はい、あー楽しみ。もうこれね、あのイヤホンも買ってで、僕はワンマーク3を待ちたいなと思います。いやー楽しみすぎる、うん、魅力的です。はい、相談しましょうね。はい、それではここまで WF-1000X Mark IV を見てきたわけなんですけれども、はい、いやーこれね、従来機よりももうめちゃくちゃ良くなった。前のモデルも良かったけども、さらになんかワンステップというか、うん、ワンステップ、進化したよね、うん、ツーステップぐらい上がったかもしれないです、はい、もちろん前のね、あのめちゃくちゃ気に入ってるんですけど、これは今回買いだなと思いました。このあら、はい、乗り換え時期、そうです、2年経ってますから、まあ皆さんそろそろ買い替えてもいいんじゃないでしょうかぜひね、皆さんの感想コメントお待ちしております。もしこの動画がよろしければグッドボタン、いいねもよろしくお願いします。
願いします。ブログ、ツイッター、インスタグラムもやっています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。